2名様ですね。どうぞ靴を脱いでお入りください。猫がいるぞ、ウサキ。そうっすね。そりゃ猫カフェなんだからいるでしょうよ。触っていいんですよね。先輩落ち着いて。目が怖いから。猫は首とか耳の付け根を描かれるのが好きっす。先輩、前に教えた通りに下からっすよ。うざき、見てくれ、猫が膝に。はいはい、よかったっすね。先輩、キモいな。嬉しすぎて言葉が出てこないんだな。なんかすっごい紛らわしい感じで呼び出されたことも、もうどうでもよくなるぐらいキモいな。猫がびっくりしないよう小声で喋る気遣いをしちゃうあたりもキモい。さすがっす。おい、また本音出てるぞ。